さあやりましょうか。遊撃手縛り、あ、留学生1日で帰ってくんだ。さあ開幕戦エースネオくん、この試合勝てんじゃない？じゃこの試合勝ってくれ。これが一番勝てる試合で大敗、まあ、ネオが炎上したら終わりなんよな。もう打線ももうちょっと点取ってほしいよな。今宮が通算500打点と。さあ柳谷はパワー上がんないのか。お、門脇強いね。魚彼ら2人が帰ってきました。シーズン終了まで行きました。73ゲーム差の再開ということで、18勝125敗、13勝から少しだけアップ。勝率は1割突破、ただあまり変わっていない。ピッチャー陣先発は 5.94、 中継ぎが 8.36 と、で打線なんよな。普通に打線がおかしい。なんで6なの OPS。 ピッチャーはこれ結局あれなんで、ピッチャーが打たれると打者も乗らないのかな。そういう効果があるのかもしれない。山田が4点台、チャンスにも強いと。まあみんなどっこいですね、基本的に。ネオ以外はネオ2割並ぶ3人打ってる。いいね、打てんだよな彼ら。たまに打つんよ。5割とか打ってるしね。奥村も15打数6安打。今宮そこそこ打ってる。友杉門脇はまあぼちぼちやってんのか。対左にめちゃめちゃ弱いな友杉。右打ちだけど、それ以外だよな。野村とかもだってネオ以下だもんね。坂本もネオ以下です。この辺のキャッチャー軍団もね、ドングリーズだね。キャッチャー D、 キャッチャー E、 キャッチャー E と。だいぶ良くなってきたからね。これキャッチャー A とかにするともっと変わってくるんじゃないの。意外とキャッチャーコンバート組が早く成長するんですね。もっと時間かかると思いきや。山崎がゴールデングラブ。結局やっぱショートをコンバートさせるのが一番いいんだな。今なんか新人を、うちのピッチャーの新人王候補に入ってなかった？見間違いかもしれないか。ファーストにも入ってる。ゴールデングラブ。なんか、入ってたよな。新人王はないのかな、これ。あれ、気のせいか、なんか5位にいた気がするんだよね。これ5位までだから見えないのか。4位までだから。今年の確か新人王になんかピッチャーのうちの選手がいたような気がするんですが。もしかしたら気のせいなのかもしれない。気のせいじゃないのかもしれない。ピッチャーで誰ってなったもん。さあスカウト、お、来たね。 ABBA でいきましょうか。 BA でショートが欲しいんだけどね。内野手が得意なコーチが全然いねえ。じゃあ社会人でいいや。外国人もそろそろ取ってもいいかもね。まだいっか。ちょっと一回チャレンジしてみるのもありかも。お金がそんなにないからね、外国人取るほど。ゴールデングラブ取った柳や、守備 F なんだけどね。山崎、義母。義母は正直微妙。村林、野村、この辺期待してんだけどね。小園、門脇、根尾、友杉、水野、紅林、野口、まあ、若い選手には期待してますぜ。この辺もそろそろ厳しいか。一応選球眼持ってる。ユーティリティ性、広角打法28。今宮は選球が持ってる。チャタニどうするか。チャタニあんま使えない。坂本はレジェンド。いや、あのね、守備だけだしね。正直打撃が弱すぎる、年齢の割に。若けりゃいいんだけど。
入江じゃない、これこいつじゃない、12ホールドしてるからかな、新人王候補に入ったら。平沢もな、みんな選球眼は結構持ってる選手多いんだよな。ショートの選手は選球眼いいのかな。宮本も30です。大和は特能が素晴らしい。ピッチャーこんだけいてもまだ足りてない気がするもんな。上本も特能があると。59人。まあ数人クビにしましたよと。であとはドラフトでいい選手がいれば取るし、良くない選手がいたら取ってコンバートさせると。ピッチャーも増やしていかないといけないんで。さあ内野手、あれ今年ショート探してたのに全然いない。あーいるね、下位にすごいいるね。ただいいのがいない、いいショートがいない。青田競合するんだ。これ外して、これ外して、お願い。うわ最悪、最悪の3球団競合選手。え、あれで3球団競合すんの、意味がわからん。あ、堀川なんだ、やっぱショートなんだっけ。いやーショート人気ですね、すごい人気。もうでもあとピッチャー要員しかないよな、ワンチャンとかしか。すごいショートって人気なんですね、もっといると思うけど。うわうわうわ、赤いけどがちょっと地味に狙ってたんだけどね。細身なんでこんなショート、確実に狙ってきてるでしょ。ショートいなくなりました。まだまだいいピッチャーいるぜ、この辺とか。なんでこんなピンポイントで。でも山内取ったのはいいよな、でかいよな、強い。山内いけよな、史上最低の強豪選手でしょ。しかも3球団って青田、顔が、美女が良かったね。補正かかってるのかな、なんか今チラッと見た感じ美女が良かった気がする。そうでもないか。いやー大学生よこれ、大卒でこれはちょっとだいぶ厳しいんじゃないか皆さん。青田もドライチだけども、ピッチャーにしてやろうかな、ムカつくから。史上最低のドライチで呼ばれたんで投手に転向させてやろう。もしかしたら投手の才能があるからこんだけ騒がれてたのかもしれない。さあ FA、 いやー外野外野、ピッチャーピッチャーピッチャーと。ショートの選手 FA しねえかな。まあでも外国人がいるんで、ショートの外国人を探してもらおうか。あとドラフトで遊撃手、もう遊撃手いっぱい探して取られるんだからすぐで。外国人ショート、ショートの外国人も探してもらいましょう。でここでショート取れたらありがたいよ。おお、ショートいる、23歳いらない。まあコンバートさせてもいいけどね。いやショートいる、24歳、外国人ショートいないの、いそうなんだけどね。他球団が取りそうなんですが、年齢もこの辺になってくるとな、いらないもんな。いくらショートと言っても。あ、平沢が拾われた。平沢でもショートあんまり上手くないよ、外野の方が上手いよ。ここだけの話。さあどうしましょうか、お金18億。ちょっとまだ様子見ようか。いやでも買わないと強くならないもんね。特に必要なのは投手、ここに投資をしよう。15億、
さあ終わりました。ネオが伸びを覚えました。でコンバートしていきましたと、ピッチャー柳谷が降格打法と。まあピッチャー育成するしかないよな。ピッチャー頑張って育成して勝てるようになって、バッターもそうなったら打てるようになるんじゃないの。若手がね、やっぱり若手ショートがいっぱいいるんで、まあ、彼らを鍛えていくしかないのかなというふうに思います。それじゃあバイバイ、さよなら。